で結局今日になってようやく折れましたって言ったら、なんか折れるの期待してたみたいなんだけど、やっと折れました。でもなんかその深爪になったとか、その肉の方まで行ったとか、そういうのじゃなくて、本当に爪、この爪でいうここのただ伸びてる部分だけが折れたんですよ。だから全く痛くなくて、そうだからこんな笑顔で笑顔で話せるんですけど、これがもうがっつりそのなんていうんですか、この辺指でいうここら辺とか、ここら辺とかまで行ってたらもうってなってましたねそうよかった、全然痛くなくて。なのでちょっとこれを機にね、他の爪もしっかり切りたいと思います。はい今日この配信が終わったら切ります。ようやくその決意ができました、すいませんマックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。まあ、いつかは切らなきゃいけないものなので、はい切ります、しっかり。てか足ってさ、しかもさ別にさそんなにさあれじゃん、あのなんか別に人にめっちゃ害与えるわけでもないし、足の爪特に冬なんてさ靴下ずっと履いてるから、まあ最悪靴下破けるぐらいでしょ、まあ自分じゃん悪いの結局。だからなんか別になんかいやいいかなっていうか、別になんかどうでもいいかなって思っちゃってたそうでも今日折れたから切らなきゃなって思いました。サプライズレバーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ママレモンピョンズさん地球外生命体ありがとうございます。なんか最近なんだっけ、ぴょんぴょんっていうスタンプを押してくれる人が増えて嬉しい私がいつもぴょんぴょんってスタンプ押してるから、これはマホぴょんのスタンプなので私のスタンプじゃないんですけど、ないんだけどぴょんぴょんだから押してるんですよ私は。そしたらまあただのなんていうんですかあれなんですけど、そう押してくれる、しかもそのスタンプを押してくれる人がハルピョンのファンでもマホピョンのファンでもない時はなんかえ嬉しいって、あ自分のスタンプじゃないけど嬉しいなって思いますね、いつも。そう押し返してくれる時、いやー綺麗に割れたな、割れたっていうか、そのこう爪が生えててここにガンってちょっとね当たってベリっていってポロってなっちゃったよーって、なんか痛々しそうって思ったけど全然痛々しくなくてそう全く痛くないから本当に安心してほしいんだけど、はいバースト直前。すみちゃんハートありがとうございます。キュンですありがとうございます。ネズミキャンさん地球外生命体ありがとうございます。えだからそのメキって言った時はあこれ痛いやつだと思って、これ気づいたら痛いやつだと思って、気づかない気づいたら痛い怪我ってあるじゃないですか、なんかあれいつの間にこんなとこ怪我してたっけって思って見てみたらなんかどんどん痛くなってくる毛があー絶対それだと
と思ったっけ、私は気づかないって思ってたんだけど、やっぱりね気になってね見るじゃないですか。そしたら爪が、あーって、そうなくなってて、あ、なくなってはなかった、ちゃんとあのあと2ミリぐらいでくっついてて、いやこんなんベラベラしててもさこんなんベラベラしてても邪魔だなと思ってピッて取ってバイバーイってしたんだけどでも全然痛くない、痛くないけど急に爪がなくなった違和感そうでしかないですね本当に。以上私からのあのちょっとしたなんて言うんでしょう、ご報告でしたはい終わり、もう1000人集まったから、なんかこんななんかこの報告はもう終わり、早めに来た方だけの内緒事項。26時のすみさん、さくさろうさん、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。じゃあ今かな「ステージファイター2バトルフェスティバル」です。すいません、そう今日はポニーテール、まあ、特に何もなかったんだけど特に何もなかったんだけど、髪が邪魔だったのでそこにあったゴムで縛りました。まあ HP が全然回復してない、そりゃそうだ、さっきまでやってたから。ちょっとハルピョンはやっぱりショールームでダスを引いた方がいいっていうのがあるので、今からここでステージファイターのダスを引こうと思います。いきます。5回引けるんだけど、ちょっと何回か引いてみる、2回ぐらい引いてみるね。え、今引く？え、引かない方がいい？やっぱでもあと5日しかないけど、え、どうしよう、待って誰か助けて、ちょっとバトフェス詳しい人助けて、引いた方がいいんですかね、やっぱりこれって。おまれもんぴょんずさん、ふさくまさん、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。どの出す、これは誰誰の出すだ、ハマちゃんたちの出す、なぎちゃんはもう持ってるから、ともゆきさん、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さくたろうさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。まだ待つべき、あ、はい、わかりました。皆さんも同意見ですか、引くなら3月16日の朝の、あ、わかった、じゃあ3月16日まで待つね、ごめん、じゃあ普通にクエスト回す、じゃあみんな3月16日になったら言ってね。ハルピョン引くんだよって、朝は多分無理うん、ハピョンは9時起き、最近昨日は早く寝ようと思ったんですけど、結局寝たら3時でした。何してたんだろう、何してたか分かんないけど3時になってたんだよね。別にドラマ見てたわけじゃないし、ただ多分 YouTube 見てただけなんだけど、気づいたら3時。
なぎちゃんの特攻も15、え、そうなの？なぎちゃんの特攻も15日までなんですか？せっかくゲットしたのに、なぎちゃん特攻切れちゃうの？何のためにゲットしたんだよ。そうなんだ。じゃあなぎちゃんゲットしたのに、今日はお昼はちょっとドボンしてなかったんだけど、元気してましたか皆さん。皆さん元気してましたか。ちょっとお昼は顔出せなかったんだけど、バトフェスやってますだって。同じくバトフェスやってます、一緒です、頑張ろう。えいえい、おお、仕事中でした。仕事中ドボンはオートしかできませんの。見つかったらアウトだけどね。絶対怒られるけどね。ケニーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。仕事はしてませんわ、やばい。やばい。さすがにやばい。ドブンされちゃったよ。フレームバースト。空を自由に飛んでみた。なんかさ、今回さ、推しメンポイントがさ、なんていうの、追加されないじゃないですか、イベントに。だからさ、無理してオーロラのクッキー、レインボークッキー割らなくていいのかなとか思っちゃって。うん、そうだよね。いつもはまあコインみんながくれるから割ってたけど、なんかそんな無理して割る必要もないかなって思ってます。歌おう。ギャローさんミラボールありがとうございます。しか向かねえじゃない、これだ。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。レインボークッキーで推しメンポイント1万ぐらい出ることあるんですけど、それは今回の予選には関係ないから、正直加算されないから、なんか、あ、別に割らなくていいやって、うん、思っちゃう。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。タケニーさんクッキーありがとう。
それを貯めといて来月のガチャに。そうですね、来月の誰が入ってる、誰が出てくるかわからないガチャに使います。26時のスミさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。レインボー割ったらチェキの応募券もらえる確率はいらないからいい。うん、いらないからいい。だって誰が私のチェキをさ、なんていうの、誰が自分のチェキ欲しいなってなるの。しかもこれまでも何個も割ってきたけど全部流してきた。山猫坊主さん、クッキーありがとうございます。アイシングクッキー大好き。竹蔵さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。たくさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。昔メガネつけてましただって。そうです。そうです、懐かしい。ギャロさんのミラーボール歌います。本当なの愛はいつも不思議な力、なんだっけ。愛はいつも不思議な力、ち愛、待って、人混みの中すぐわかる、なぜかな、あなただけに目が行く、その場所だけ光が差してるって、みんなは信じてないけど本当なの愛はいつも不思議な力、そこにあるだけで輝くの。ありがとうございます。はあ、いぴょんぴょん、ハルピョンのチェキなんてさ、チェキなんてって言ったらあれだけど、ハルピョンのチェキはさ、ピョンズにね、渡った方がいいと思うから。26時のスミさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ジュンさん、ミラーボールありがとうございます。周りとどこか違ってる、あなたにはオーラがある、ディリッティ、ありがとうございます。あざーす。誰かチェキ欲しいメンバー、いや、いるけど、でもメンバーがメンバーのチェキもらうより一人でも多くのファンの方にあ、ね、届いた方がいいと思うし、メンバーのチェキは取り放題。言うたら取り放題だから、まあ取らないけど、うん、私たちなんてツーショットだって撮り放題なんだから、もう。うん、そうだから、ファンの人たちが、そのファンの皆様が、そのなんて言うんですか、絶対に当ててやるっていう思いで ID 入力してんのに、こっちが横から割り込むことはできません。さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パリルとか口が当てる、またにはオーラがある、ドゥルッド。わ、もう12時だ、間違えた、もう0時だ、違う、もう10、うん、22時だ。キーマー、間違えた、歌っちゃダメ、まだ。今日はね、パーで勝った。うん、今日はパーで勝ちました。
ちょっと一旦バトフェスタイム、バトフェスタイムじゃなくてバトフェスタイムちょっと自撮りするね。待って、更新します。もう一枚撮ります。こっちだな。あ、待って、めっちゃ見えてた。めっちゃ見えてた。めっちゃ見えてたね。やらかピー。ちょっと目が乾燥してるので、泣いてる泣いてる目薬。ピョンズがなんだよ。花粉症かな。今日めっちゃくしゃみ出たんだけど、花粉症？花粉飛んでた？今日めっちゃくしゃみすごかった。止まったんだけど、お昼とかとてもじゃないけど花粉しかないみたいなもう本当に クッキーが割れません。あ、割れた。これ押し面ポイントじゃ意味ないんだよね。ハート欲しいよね。ハートとかコインとか育成3倍とか、うん、
明日 YouTube 配信？ちょっと待って、メール送るわ。写真もう一回撮ろう。この顔好きじゃない。まあ明日は時間は特に何にも予定はないけども、何が入ってもいいんだけど、何の話でしょうか。ちょっと今調べますね。お、獲得 XP ポイント200になった。この間まで199っていうすごい微妙な数字だったから嬉しいな。出演するみたいです。これどういう意図で選ばれた？名前があることは嬉しいが、どういう意図のメンバーなんだろうか。全員いるわけじゃないじゃん。あ、若い子たちがいないのかな。平日だもんね。そっかそっか、そうだよね。富山ヨショッパハートカムサハムニダ、ありがとうございます。6時のスミーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。明日、3月11日13時20分から AKB、SK、NMB、HKT、NGT、STU の国内6グループがオンラインで集まって13時20分、さっきも言ったね、13時20分から NHK へ、13時20分から AKB48 公式 YouTube チャンネルで、東日本大震災復興支援、復興支援配信誰かのためにプロジェクト2021の生配信を行います。そうですね、リモートです。
でも高校卒業してるのにいないメンバーとかもいるよね。どういうこっちゃ分かりませんが、すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はるきゃんさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。連絡来てたかな。あ、来てた21時29分に来てましたさっき。ありがとうございます。分かりました、ありがとうございます。マジ無理系、いやでもセリちゃんとかいるから、ま、そんなことはなさそうだけど、ゆいゆいもいるし、あでもリンリンいないのか。いないね。なるちゃんはいるよ。マジ無理。まあでも稽古って言ってもシーン別とかだからかな、きっとそのシーンに出るかとかな、まあ分かんないけど、私はマジ無理はリモートじゃないや、なんだっけ、日替わりメンバーなので特に。まだ何するかも分かってない。うん、タンベイマーボーさんハートありがとうございます。キュンです。あ私推しじゃない、私推しのか、あ私推しじゃないけどショールーム見に来てくれてる方うん、ありがとうございますなんかでもケアのグループラインでさっき見たんですよ、なんかこうやりますみたいな。でもメンバーとかは来てなかったから、そう、あまあ誰かが出るのかなぐらいで思ってたんですけど、さっき連絡来てました。私が多分ドボンしてた、うん、多分ドボンしてた。佐藤浩平さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。西西さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。26時のスミーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。お風呂たまるまで見ていきますだって。どうぞどうぞ。雑だな私の振りが雑だな。
ト公平さん、赤だるまありがとうございます。あのねさん、バラ、小判ありがとうございます。今日はさっきユッキーナに会いました。かまっちゃん、かまっユッキーナちゃん、大都会ちゃん、我らが大都会。トゥルルトゥ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 ルトハルピョン、スイパラに、あのね、昔チューブのメンバーで行ったことある。名古屋のスイーツパラダイスにチューブ、ネクスト4、4人となっちゃんと、あれ、あん時誰がいなかったんだっけな、アイちゃんだけお仕事があったのかな。ちょっと待ってね、あれはいつだ、めちゃめちゃ昔、写真パソコンに入れちゃったかな、パパの携帯残ってないかもしれない。いや、私まだメガネかけてた気がする。あ、こん時だ。このメンバーです。クレナ、ユーナ、ハルナ、ユリ、モエリ、ナッちゃん、ナッチュだから、レナナとアイちゃんが来れなかった。そう、プリクラを見つけました。でも載せれません。超絶若すぎて載せれません。いつだこれ、2014年11月。ケンさん、地球外生命体ありがとうございます。すごい、地球外生命体ってマジもらっても嬉しくなさそうだけどね。嬉しいんですよ、ありがとうございます。うん。地球外生命体もらってもって感じだけど、それだけ聞くと全然、もう6年前、6年半前、やば、これはね、いつだろう、大体。ほら、みんなでこれは見せれる、これは見せれるとか言って遠くから見せますね。みんなでナナちゃん人形と写真を撮りました。横道身長でかく見えるな、なんか私だけ小学生みたい。服部はすごいなんか、なんて言うんだろう、ピンクって感じ。クレナはザ派手、原宿系って感じ。モエリとなっちゃんはね、なんかさすが大人だなって。
でもナチも割とフリフリ系が好きなだったから、うん、この時はすごい服部が結構ナチより服部が案内してくれたイメージ、ここここみたいなそう、まあ、岐阜と名古屋愛知って近いからね。懐かしいな。10月25、なんで10月25、なんで急に、なんで10月25、なんで何回聞くの、なんでって。10月25は多分ね、前日、ん、次の日に、どこだこれ、静岡かな愛知かなでイベントやってっから、多分そのリハがありましたね。懐かしい、見てふふふ、超懐かしい。10月26日それとはまた別です。普通にみんなで愛知に行った、実費、多分多分実費、うん。11月4日、めちゃめちゃ平日じゃない、何してんの学生学生何してんの何かの、何かで休みだったのかな、きっと。11月4日、あ、え、めっちゃ平日だけど、なんでいるの。3日までは休みなんだよ、文化の日。あ、違う、嘘だ、これ言ってんの、え、2日じゃないよ、違う、2日は劇場があったっぽいから、この写真見てると。なんで4日、あ、振り替え休日かなんかだったのかな、なんかの学校の、そうだ、思い出した、学校の文化祭、え、文化祭、学習参観日、学習参観日の振り替え休日だったんです、私この日。そのさっき見せた制服の羽の写真あったじゃないですか、これ。この日に学習発表会があって、本当は。そう、でもイベント優先しようってそう思って、イベントを優先して、この日、どこだ、静岡かな愛知かな、まあ、東海方面でイベントしたんですよ。そう、それはマジで覚えてる。で、この日の、え、前日かな、25日に、富山県に AKB が来たんです。で、めっちゃ行きたかったんだけど、そっちに、なんか学習発表会と、なんかその何、このイベントを比較してたわけじゃなくてそのな、高見田さんたちが来るっていうのと、このイベントをうわー、どっちって思ったけど、でも私はもう AKB の一員なんだから、そのなんて言うんだろう、もうなんて言うの、ファンではあるけど、でもやっぱりそこはプロとしてというか、プロ、まあその時はプロっていう意識はなかったかもしれないけど、そこはやっぱお仕事として
自分が見に行くっていう立場よりもちゃんと自分がそのファンの皆さんになんて言うんだろう、笑顔とかを届けなきゃいかんと思って、そうこっちを優先した記憶がマジである、鮮明にそれは覚えてる。だから多分それの振り返り休日だったんだと思います。11月4日だから多分みんなで遊べた。うん、そんなことでもない限り私の親はゆる、あの休ませてくれません。え、名古屋行くの、なんでそれで休むのって言います。はい絶対そうだ、懐かしいな。学習発表会とかむしろ行かなくてよかったもんな私マジ中学校の記憶ゼロすぎてさ、うん、だ他の子はその普通に休みなんだよ、普通に学習発表会の日にちゃんと学校に行って学習を発表したから休みだったんだけど、私は学習発表会の日に楽しくイベントして、かつその学習じゃないや、なんちゃらなんちゃらの振り返り休日も学校を休むっていうマジで悪女マジで悪女、本当にそう思う。ケンさんミラーボールありがとうございます。昨日よりもっと好き、会うたびに惹かれる、ありがとうございます。まさひろさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。え、学校側はどんな反応、知らないよそんなのそれは知らないよ、のほほんと生きてた。なんか担任の先生は私は2年の時にその AKB に入ったんですけど、その2年の先生も全然なんか優しい先生だったので、なんか男の子には厳しかったけど、男の子と宿題やらない女の子には厳しかったけど、そう女性の先生でめちゃめちゃ優しい、まあ機嫌悪い時もねあったけど、その先生でも普通にしてたら全然優しい先生だったのであのバトフェス再開しますねだったから、別に全然なんか休むとかっていうこととかに際して怖いな、なんか言うの怖いなとか思ったりはしなかった全く。でもなんかその偉い先生あのなんか生徒指導とかの先生はすごいちょっと厳しめの先生だったから、多分いい思いはしてなかったと思う、はって思ってたと思う。そう、え、どうなんだろうね実際、え、どうなんですか実際どうなんですか、そういう生徒って。誰に聞いてるの、誰だろう誰だろう、でもどうなんだろうなと思って、ケンさん
球外生命体ありがとうございます。どうだったんだろう。なんか別にいや分からんな。でもその先生中学の、いやまあでもそれはさもちろんさね、学校側にはさ親からちゃんと説明しなきゃいけないじゃん。だからちょっとパパとかママにはね、多分ママは何もしてないと思うけどパパにはねすいませんねうん、ママは何もしてないと思うけどって言っちゃったそうね。でもなんでそんなんで怒るっていうか、なんか嫌な雰囲気醸し出すんですかね先生たちって。自分だって先生になりたくてなったんでしょ。じゃあそういう活動をしたくてしてる子がいるんだから応援してくれてもいいじゃんねそう思いませんか。私はそう思います。自分が当事者だからだとは思うけど、うん、本当に。なんか高校とかは、高校だっけ、多分高校とかはマジ1年生の時はなんか結構すごい優しい先生だったから、担任の先生が結構甘々で甘々だったんだけど、2年生になってちょっとなんかね、ちょっと大変な先生になったから、ちょっと大変でしたそう、うん、まあ、確かにね、富山っていうこともあると思うよね。あるんだろうねきっと。そんなね、なかなかいないよねそういう活動してる人。ベッキーさん、アイシングクッキーありがとうございます。まさひろさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。クラスに隠れピョンズなんて絶対いなかった絶対いなかったよ、うん、300いない。いるわけがない。本当になんかね、本当にね本当に本当でした、うん、ちょっと大変だったもっと自由にしたかった。だってさ、別にさ、ちゃんとさ、テストだって点数はそれなりに取ってるし授業態度だってさ、別にさ、授業中寝てるわけじゃないからさ、ちゃんと真面目に受けてるじゃん。なのになんでそんななんかさ、 AKB ってだけでさ芸能活動してるってだけでそんな嫌な目で見られなきゃいけないのかが本当にわからなかったやばい、急に愚痴り始めちゃったよ、やばい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 、本当に。
といって何か起きても何も、あーもうイライラしちゃうもうイライラしちゃう本当に。パンチが出そうでした、出そうだった瞬間もありました。うんてなかったけど、さすがにさすがに出なかったけど、あ、ゆいさんの関係アップ、イエーイ。なんかね、なんか本当に、あ、もうこれ以上上にはいけないみたい。この下でじゃあ頑張ってよ。なんだっけ、一番イライラしたことはちょっとさすがにちょっと話せないんだけどでも嬉しかったこと、嬉しかったことっていうか、まあ嬉しかったこともあって、なんか私はちゃんとなんかその AKB だから芸能活動してるからなんか許されるんだって思われたくなくて、そう、あ、そういうことしなくてもとか、そういうことしても許されるんだって思いたくなくて、ちゃんと真面目に課題もやってたし、真面目に、真面目に提出はちゃんと真面目にしてたし、まあちょっと音楽聴きながらやってましたとかは言えないんだけど、あんまり良くないよ、うん、うん、あの全然良くないよそう、だから真面目に提出はちゃんとしてたし、ちゃんとテスト勉強だってさ、もうね、みんなも覚えてるでしょ、地理がなんちゃらなんちゃらでとかさ。なんか特に私はプライドがめちゃめちゃ高いから、そのなんか番号とか出るんですよ、なんか全部に表示されるわけじゃないんだけど、そのまあ結局出るじゃん、成績表みたいな。あれもなんか低いと嫌だから頑張ってたし、特に地理は本当になんかもう全然ね、ほとんど覚えてないに近いんだけど、特に地理はなんか本当に模範解答の裏に出るんですよ、全部、全員分じゃなくて上位 10% の人間の成績が、点数と名字が出るんです。そうだから、なんかそこに乗らないってことはまず上位 10% でもないっていうことを言われてるようなもんじゃないですか。でそこに乗ったら乗ったで 10% のね、その下の方だとさ、もうピエンじゃないですかだからもうなるべく上で乗ってやるっていう気持ちで、めちゃめちゃチリだけは異常にやってたね、うん、っていう記憶がね、多分みんなの中にもあると思うんだけど、うん、いや私は本当にだからプライドがめちゃめちゃ高かったから、その裏にも乗りたいし、乗らなかったとしても、違う、裏にも乗りたいし、乗ったとしてなるべくいい順位で乗りたいんやみたいなそうそう、負けず嫌いですね本当に。間違えた、ガチャピサさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。でも本当にその先生のおかげですごい
高2の地理はめちゃめちゃ頑張れたんだけど、あの高2の時にみんな課題出さなすぎて、地理を軽視する生徒が多すぎて、マジでほとんどの人たちもが課題出さなすぎて、でみんなめっちゃ寝るから、そう、私はめちゃめちゃ真面目にこの先生の授業めっちゃ真面目に受けてたのにみんな寝るから、でその先生が嫌な気分になっちゃって、高3の時にこの学年は持ちたくありませんってその先生が言い出して、まあ、言ったらしくて、私たちの耳にはね別の先生の口から聞いたんですけど、そうで、なんかその先生じゃなくなってから、もうその答案用紙の裏にね名前が載ることもなくなったんですよ。それからでしたね、私の地理が悲しいことになっていったのはい、本当にそれからというものちゃんと提出物もしたし、あの授業も聞いてはいたけど、そのテストのための勉強とかをしなくなっていきましたはい、マジであの時地理の成績っていうか地理の点数が下がったのは本当に周りの周りがみんな真面目に受けなくて先生が変わったせいだと思ってる私は。いや、それでも勉強してる子はいましたよ、確かに偉いなと思って見てました普通さ高3にかけてもっと勉強しなきゃいけない時なのにね、まあ確かに寝心地のいい声ではあったんですよ、結構低い、あの男性の地理の先生だったんですけど、結構低めのね声で、すごい寝心地は良さそうな声でした、はい、うん、でも私はその頃は地理にすごい興味があった、興味があったっていうか地理をやってる時が楽しかったから、なんか真面目に受けてた、うん。作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ピョンちゃんがみんな来てよって言わなかったのでそんな陽キャじゃない全然そんな陽キャじゃない。ラジオ配信にも、え、私はラジオはあの何度も聞きながら寝るもんだと思っているからむしろ寝やすい声でありがとうって感じ、うん。え、本当に板書もめっちゃ綺麗だったし、なんかすごい定評がある先生だったんですよ、その地理の先生。本当誰だよ、提出物出さなかったやつは、寝てたやつは、もうイライラでしたね、はい本当に。レバーストップさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。マジ私のちょっと待ってね、私のちょっと一回ドボンとバトフェスがキリいいとこだから、私の地図帳持ってくるよ。え、残ってるかな、この間見せようって言ったけどさ見せれなかったじゃん。それが出てきたんですよ、この間片付けしてたら、あ、こんなとこにハーピョン入れてたっけと思って、そう、ほらこうやって付箋貼ったり、この模試で間違えたとことか貼って、え、めっちゃ偉くない、ここは石油が取れるよとか。竹兄さんミラーボールありがとうございます。引
かれる友達でいたいのにもう無理よ楽になりたい。ありがとうございます。同じ地図帳使ってたほら見てこの偉さ。ここは水色は川、これ赤色はなんか取れるもので、このピンクの線が赤道。大農園とかもう全然覚えてないんだけど先住民の言語とかなんだこらすごいな、マジで頑張ってたんだな。これはアメリカ、表紙は昔から変わらない。待って待って、昔の地図帳知らないからさ、うん、私の時代はこれだったよっていうことしか言えないんだよね地図帳、私の時代はこれだったよってことしか言えない。昔の地図帳知らない。もうこれ持ってけば基本テラロッサとか、うわいくら、ヨーロッパ、ヨーロッパは一番苦戦しました。もうヨーロッパなんてマジで分からん、そう思ってたずっと、まあ、今ももっと分からんけど、ヨーロッパの言葉の偉くない？ちょっと自分ちょっと褒めたい、この言語の話とか。なんか出てきた、なんだこれ、あこれノート忘れてた日だノート忘れてったから後ろに書いちゃえって思って後ろに書いた。フェーン現象、懐かしいなノート忘れてた、ノート忘れることよくあるんですよね私、しょっちゅう。ノートなかった、うん、なんかこの付箋のやり方もその先生が教えてくれて、なんか地図帳をもう自分のものにしなさいみたいな。そう、ノート忘れるってことは家で勉強してるってことだからね、偉くない？そういうことだよ。うん、基本私置き勉人間だったので、そう、基本勉強しない教科は全部学校に置いていくっていう人間だったんで。でも地理だけは、まあ、教科書は置いてってたけど、地図帳とノートとは持って帰、毎回持って帰ってた。うん、そうそうそう、楽しかったな。なんか文章とかで書くんじゃなくてさ、ここにさ、この冠、王冠みたいな書いてさ、シアトルは航空機一番みたいなそういうのも考えるのも楽しかった、あの時は。うん、これめっちゃ出たよね、7月の20度はどこでしょうみたいな、めっちゃあれで出た、模試でめっちゃやった、いつまで経っても覚えれなかったからここに書いたもんな。この赤い線が7月の20度。いや懐かしいな。
度のサリー。インドの涙、スリランカ。うわ。アセアン加盟国とか書いてある。よく、もう覚えてないやん。いあ、ん？今したい。フィリピンブルブルベトベトミイラカン、なんじゃそりゃアセアンの加盟国、今したいフィリピンブルブルベトベトミイラカンインドネシアマレーシアシンガポールタイフィリピンブルネイベトナムミャンマーラオスカンボジアこれな。懐かしい。なんかうわー、この模試のさ、こういうさ、こういうのあったじゃん。これ見ても全然わかんないかも。月平均気温と年の降水量みたいな、これめちゃめちゃ貼ってある。見て、このページやば。マジこの時の自分尊敬するわ。うん、全然覚えれなかったんで。てか多分私教科書とか切ってたもん。これ教科書だよ多分。教科書はもう使いませんって言われたし、うん、そしたら高3の時に使うし、なんか先生変わったから本当にやめてほしかった。高3の時に、高2の時に教科書は自分はその先生は使わずに、その地図帳と資料集だけを使いますって言われたから、あのなんか全然もう教科書とかも切って、その資料集とか地図帳とかに貼ってくださいみたいな。そしたらその方がその持ち物も少なくて済むし、正直教科書は文章ばっかりしか書いてないのでみたいな言われたから、教科書切ったの。切っていいんだと思ってそしたら高3になって、あれ高3時って待って、地図帳あれ地図一緒だっけ、教科書ちょっと忘れたけど、あ、え、使うじゃんって思って、うちの教科書穴開いてたな、たまにページうん、その思い出しかないやばくない？うん、やばいよね普通に、うん、コピーしたい、しなかった。なんかさ、教科書って無駄に分厚いじゃん。だコピーするとさ、この内側のとことか綺麗にコピーできなくない？そうだからしてない。てか教科書コピーしてたら何十ね、え、何枚あるんだよって感じだよね。物理はあの先生がもうなんか全部穴埋め問題みたいなプリントにしてくれたから、そう、それを全部ノートに貼って提出すれば、てか今考えたらノートじゃなくてそれファイルに閉じればよくない？穴開けて。絶対あれノート一冊無駄にしたよねでも本当にそんな感じ。なんか正直中学の時はマジで社会嫌いだったの。今も歴史はねちょっと苦手分野なんですけど、なんで社会が嫌いだったかって、その教科書とか資料集とか行ったり来たりするじゃないですか、地図帳とかノートを書いてみたいな。そのまず持ち物が多いのがまず嫌で、そうで、なんかこっち見てあっち見てこっち見てってしなきゃいけないのもすごい嫌だったんですけど、この先生、地理の先生と出会って地理がすごい好きになりました。歴史は未だに、てか歴史なんてもう全然やってないし、日本の社会なんてもう中3から
知らないうん、私あの人たちしか知らない。小田さんと徳永さん、違う、徳川さんとやばい、小田さんと徳永さんはもうエイトだよあと豊臣さんしか知らないです。あとは誰うん、でもその先生はみんな好きでした。その地理の先生は、そのなんて言うんだろう、なんかみんなの近所のおじさんみたいなでもすごいクールな先生で、そう、話しかけることもしなかった。なんか できないっていうわけじゃないけど、敷居が高いというかそう、そんな感じの先生でしたね。うん、だから誰がどのホトトギスの歌読んだかも知らないもん。うん本当に近所のおじさんは嘘だ、親戚のおじさんみたいな感じ。本当にホトトギス、泣くまで待とうホトトギスみたいな、知らないもん。誰がどのホトトギスなのみたいな、誰がどのホトトギスなのうん、ホトトギスの歌って読んだんじゃない、例えで使う、そうなの、待って、それも今初めて知った。読んだわけじゃないんだ。どういうこと、例えって。いや、もうマジでやめてほしい本当に歴史の話はマジでやめてほしい。てかだってその、まず私縄文弥生で終わり、縄文弥生、大正、昭和、平成、令和、あ、明治も一個前にあるか、終わりその間の時代全然知らない。うん、縄文弥生、知ってるよ、江戸とか安土桃山とか、あとは飛鳥時代とか、あ、古墳時代とかもうあるのは知ってるんですけど、でもそのいつどこで何がどうなのかは知らない。そう、いつ何が起こったのかとか、何が起こった、そのどこに何の時代が来るのかとか全然知らないそれは小中でやるやつ、ごめん。なんかだからいつもその縄文弥生までは真面目にやろうって思うんですよ。でも気づいたらなんかどんどん古墳時代とかから意味わかんなくなっていくの。そうで諦めるんです。だから縄文弥生の記憶はめっちゃある。なんか高床式倉庫とかの記憶はマジで最強うん、そこはマジで最強。でもその後は知らない、全然知らない。大化の改新は知ってますよ、645年、中富の鎌足さんと中野大江の王子さん知ってます。そこだけはマジで知ってる、すごくない？でもそれしか知らない。あと桶狭間の戦い、誰が関わったかは知らないけど誰が関わったかは全然知らないけど、どこでやったかも知らないし、何時代のもの話ものかもしれないし、うん、ちょっと勉強しようかな、明日大学の勉強しなくなるんだよな、どっちがいいかな。
どっちがいいかな。鉄砲、そうですね、伝わりました。江戸時代の富山の、あ、待って、読まなきゃよかった。誰？前田さん、前田さんですよね。あれ、前田さんじゃない？前田さんですよね。前田さんは覚えてる。なんでかっていうと前田敦子さんだから。私の頭は天板焼きアビ。うん。前田さんでした。はい。あ、誰だ？ガビンさん。カビンさん当たってます。今前田利家、そうです、前田利家さん。前田利家さん聞いたことある。なんかパパはすごい大河とかめっちゃ見るんですけど、全然わかんない。日本地図を作ったのは伊能忠敬さん。すごっ。しゃ。さっつんさん、なんだっけ、アイシングクッキーありがとうございます。でも私これは知ってて、西郷隆盛さんの顔って違うんですよ。あれは西郷隆盛さんって、それはこの間東大王でやってたんですけど、それよりも前に知ってた。そう、偉くない？すごくない？そういうなんか変な知識だけ知ってるの。なんかあれは弟といとこかな、おじさんとかの顔をなんか足して2で割った写真なんだって。そうで、本名も西郷隆盛じゃなくて西郷隆長なんです。え、すごっ。はるぴょん、そういう知識だけいっぱいある。でその知識をそのなんか謎にいっぱい入れてた。いや、まあ諸説ありですけどね、全部こんなね、お話。諸説ありですから、もう全部諸説ありなんて言っちゃえばいいんですよ。知ってるって、あの AKB のに昔ねって、 AKB っていうね、すごい国民的アイドルグループ、100年200年後とかに AKB っていうすごい国民的アイドルグループにね、この県のね、もう県って言ってるかもわかんないけどね、ここに住んでたねって、ハルピョンっていう子が入ってたらしいんだけどね、まあ、諸説ありなんだけど、なんかもうその子すごい、もうなんかもう本当に超絶もう可愛くてみたいな。もう本当にすごいよみたいな、すごい活躍してたんだからみたいな。うん、言っちゃえばいいんですよ、全部諸説ありなんです。今何かに残しとけばそれが諸説になるんです。はい。そう、そうなのよ。100年後は120だよ。いやー、ちょーっと頑張んなきゃ無理じゃない？ちょっと頑張んなきゃ無理じゃない？
かね、私がそのそちゃさっきのチリの話に戻るんだけど、マジチリガチ勢すぎて本当に。でこの塾の先生から、じゃあこれいつ返せばいいんだろうずっとマジ卒業してから返そうと思って、卒業してからっていうか、まあ受験が終わってから返そうと思ってたんだけど、その塾の先生に、その先生塾のなんかバイトみたいな感じで、でもなんかめちゃめちゃ頭いい人みたいな感じだったから、そう借りて借りてそのままどこに行ったんだろうあの先生は、わかんないけど、そうすごいこう穴埋めのオレンジシートのやつをくださって、まあ、こういうのもね自分で書いた方がきっと頭には入ると思うんですけど、どこに行ったんだろうへへ連絡先はね持っているのでね、まあね連絡すればいい話なんですけど、そんなさなんかさ急にさ3年間ぐらいさ連絡取ってなかった人がさ急に連絡来てさ、チリのこれ返したいですとか言われてもさ、あその先生ももういらないよって思いますよね、うん、だから返してないうん、こんなのも出てきました。でもやっぱ正直、まあ、この先生のねこれも本当にとっても役には立ったんですが、自分の地理帳が一番役立った。これいつ4億ポイントいくかな、アドフェスしよう。ハルピョンが有名になってあの時のあの人に会いたい的な企画で呼ぼうだって待って、もっと会いたい人いるでしょあーまあそんなこと言っちゃいけないのかもしれないけどさそんな何年間かだけ、何年間かだけさ、そのチリチリじゃないや、その人には何を教わってたっけな、なんかいろんなことやってたんだよね、その英語もやってたし科学もやってたし、その先生そうただ教えてもらってた先生とかじゃなくてもっとなんかいるでしょう本当にもっと会いたい人がきっとその時そう思いますよ。いや私になんか地理の参考書も、えやばいな、私さ部活部室に、高校生の部室に、高校生だって高校の時の部室に置きっぱなんだけど、参考書なんかあげるって言ってね、そう、それはまあ自分で買ったやつだから大丈夫なんだけど、あげるって言って置きっぱ持って帰るのめんどくさくてちょっと待って、やばいな、私が知ってる大の子たちもいなくなっちゃったからさ、持って帰ってこなきゃだよねきっと持って帰ってきてもいらないんだけどな、そう、もう自分が知ってる大の子がいなくなっちゃったので、もう卒業しちゃったから誰もいない、いや多分捨ててない、結構ね本当に何年か前とかのそのあれも残ってたりしてたんだよ、そう私たちがその先輩が使ってたっていう参考書を
本当に使わせてもらってとか、教科書とかもねあったんですよ。結構先輩が持ってくの多分めんどくさくて、でそれを本当に教科書忘れた日とかにめっちゃ借りてた。うん、めっちゃ借りてた。みんな借りてたとかさ、まあ本当は良くないんだけどさ、なんか教科書ガイドとかあるじゃないですか。それも先生じゃないや、先輩が置いてっててめっちゃ借りてた。うん、申し訳ないな。ちょっと顔赤くなってきちゃった。そんなね。ちょっと待って、ちょっと誰かに連絡しよう。2個下か、真面目な後輩いたっけな。やば、うん、なんのかな。でも2個下の子にこう、でも今しかないよね、この春しかないよね、言うとしたら。絶対邪魔だしね、そんなの置いてあっても。私も持って帰ってきたとこでいらないんだけど。高校訪問とかできない？だって担任なんかその、あ、さっきうらさいって言うとしちゃった。嬉しい話するの忘れてた。嬉しい話があってって話したと思うんだけど、その嬉しい話っていうのは、そのだから真面目にやってたんですよ、ちゃんとね。だからその課題とかもちゃんと出してたし、その授業もちゃんと受けてたし。で待って、2年経ってこんなさ、高校のさ思い出話する人いる？まあいいや。そうで、だからなんか違うクラスでそのなんかお話に出たらしいんです。橋本さんはなんかそのめちゃめちゃ厳しい先生だったんですけど、私から見たら私からしたらすごい厳しい、なんかちょっとハルピョンのこと嫌いなのかなって思うぐらいの先生だったんですけど、なんか橋本さんはなんかいつもそのいろんなとこに行ってなんか土日とか時間もない中でちゃんとやってるのに、なんでやらないのあなたたちはみたいな。でもその時その先生はなんかそのクラスの人たちとはめっちゃ仲良かったらしくて、なんか本当にまあやりなさいよぐらいのテンションで言ってたらしいです。それは友達から聞きました。でもその先生がもうそのもっと頭いい学校に、あ、もっとって言っちゃった、違う、私の学校は私は全然頭良くなかったんだけど、その私が通ってた学校よりもすごい多分優秀な先生だったんですよね。そう。だからそのとても富山の中でも結構頭のいい学校にその派遣、何、バイバイ、転勤違う、転校、なんていうの移動されちゃって。そうだからその先生もすごい別に合わないし。そうですね、だから多分担任の先生がいるかどうかも知らない、うん、マジで全然知らない。うん、やばい、普通知ってるようなもんだよね。去年はねいました。あ、去年、一昨年、私たちが卒業してからの何文化祭みたいなのに行ったんですよ、一回だけ。卒業した次の年の文化祭に。待って、この人さ、待って、私推しじゃないの？え？
まあもともと違うメンバー推しで、私のこと好きだと思ってたごめん、そうだったんですけど、そうなんですよ、ごめん、ちょっと今びっくりしちゃってもともとその卒業してたメンバー推しさんだったんですけど、なんかハルピョンのとこに結構握手会とかも来てくれてて、お話し会も来てくれてて、いやわかんない、名前が一緒なだけかもしれないけど、え、私もびっくりしたよ今まあいいや、まあよくはないんだけど、寂しいなまあでも高校の担任の先生は全然知らんです、もうどこ行ったんでしょう、あどこ行ったんでしょうとか言って、いや結構本当に卒業してたメンバーとかだから本当に初期の頃のファンの方だったので、すごい昔から、あ死んじゃったバトフェスあでもクリアしたアピオン死んじゃったここの先生握手会来てください、地図を変え、違う違う違う、これは塾の先生にもらったじゃない、借りた、いやもらったのかな、あの時くれたのかなでも自分が使ってたやつだからみたいな、いいよみたいな、あげるって言われたっけな、どうだったかな、あげられたんだっけな勝手にもらっただけかなちょっと忘れちゃった、うん、ちょっと忘れちゃった まあそういうこともあるよねきっとこのまま橋本家に眠り続けるであろういやなんかこの間その私の一個下の後輩がまだ高校に通ってた時に、あのまだ高3の頃だった時に、あの一回その子が行ってるから、そのたまたま駅で会って、そうでその子は今から塾に行くって言ってて、であ私も同じとこに行ってたしと思って、そうだったらそのなんていうの、なんかこんにちは元気ですよっていうのも含めてちょっと行こうかなって思ったんですよ。そうで行ったらなんかその先生もう辞めてますみたいな、まあでも大学生だったからまあそうだよなと思って、その時何年生だったんですかね、知らないんですけど、え、この人待って、あ完全に推し変してるよ、ないとこ君気配消してるけどね、私泣いてるからね今うん、またっていうか違う人なんだけど、この人はマジみんな、多分みんなって言ったらあれだけど2年前ぐらいにあの握手会来てくださってた方とかなら多分みんな知ってる、みんな知ってるって言ったらあれか、それなりに知ってる方が多いと思います。もうないと、もう知らない、もうシュタープも押さないうん、ちょっとしかも今の
あのイベントに参加してるメンバーをターン押しにしてカードがシークレットで持ってるんですよ。記憶が良すぎるんだってハルピンの。いやまあ2年前とかはさ、2年より前かな、分かんないけど、いやでもそれなりに覚えてますよ。うん、作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。めちゃめちゃハルピョンにデレデレだったのに、いやもう俺本当にハルピョンのこと好きなんだよってめちゃめちゃ言われてたのに。いやハルピョンって言ってない、ハルのことって言われてました。俺めちゃめちゃハルのこと好きでさあ、もうさあ、そうでしょ。いや本当に何度も握手会に来てくださった方だったから結構記憶はありますよ。ね、なんか待って、こんななんか2年後とかにハルピョンにそんなこと言われたくないから、俺はハルピョンの握手会行かないでおこうとか思わないでくださいね皆さん。うん、ピョンズと出会うとなんか安心するね。このコロナ期間にさ、おうち時間の間にさ、ピョンズ辞めた人どんぐらいいるんだろう。多分新しくピョンズになってくださった方の方がね、本当にあの多いんじゃないかなって思ってはいるんですけど。ショールームもね結構皆さんおうち時間っていうことになった人も多分多いので、あとはドボンもね、ドボンで出会ったりとかっていうのもあるので、きっとね新しくハルピョン推しになったよっていう方も本当にたくさんいてくださると思うんですけど、本当にありがとうございます。でもいやもちろんツイッターのねフォロワーさんも増えて、インスタのフォロワーさんも増えて、本当にありがたい、本当に嬉しい。でもやっぱ離れていっちゃうのはね本当に寂しいなって思うので、皆さんドボーン、はい、ハルピョン沼にドボンしてください、よろしくお願いします。エイトリオあたりに移動、エイトリオはね正直まだそんなかな、なんかでもハルピョンと仲良くすると基本的にハルピョンと仲良くするっていうか、そのピョンズは基本なんかハルピョンの仲良しさんに流れていく傾向はある。サヤリンとか一線愛理とかは本当に多い。うん、私がすごい好き可愛い子って言ってたらなんか気づいたらファンの人いなくなっちゃった。うん、もうだから今度もきっとみんな日向に流れるのかなとか思って。うん、まあでもそれ以上にね本当にたくさんのファンの方とこうやってドボンやショールーム他のいろんな SNS で出会えてることは正しいの、正しい事実なのでありがとうございます。山内さんハートありがとうございます。ドボーン、キュンです、ありがとうございます。そうなんだよね、なんかいっぱいみんな気づいたら、気づいたらなんか
あれ私もしとったよねっていう人がなんかいっぱいはい、ベッキーさんハートありがとうございます。キャンダイスありがとうございます。ひたまりさんハートありがとうございます。キャンダイスありがとうございます。にししにしさんハートありがとうございます。キャンダイスありがとうございます。本当にそんな感じでございます。はるぴょんホワイトデーにたくさん告白される、え当たり前じゃん。だってみんなにあんな美味しそうなチョコタルト作ったのにさ何にもないなんてそれはダメだよねピョンズえ当たり前じゃない、待って当たり前じゃない。ツーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。タンベマーボーさん地球外生命体ありがとうございます。そうだよね、みんなで頑張ればお家とか車とかもらえるよねきっと。楽しみに待ってる。楽しみだな。うわ遊園地欲しい。いやでも遊園地欲しい、うん欲しいのかな。なんかミラージュランドをより豪華にしてほしい。なんかこういうジェットコースターとか作ったりしてほしい。なんか私本当にその最近そのなんていうんですかね、最近じゃないけどなんか結構そのドライブとかしてる時、まあしてる時っていうか乗ってる時とかになんかよくね、まあ本当に免許取ってから看板標識とかをよく見るようになったんですよ。そう、そしたらなんかもうこの標識も結構なんか色とかもねちょっと薄くなってきちゃってとかって思う看板とかを結構見るんですけど、なんかそういう富山の看板とか標識とか全部直してほしい。一人一個ピャンズのノルマみんなで富山県をもっと綺麗にしよう。富山の標識を綺麗にしよう。それがみんなからのホワイトデーのお返しです。待ってます。はい嬉しい、やった。証拠写真、そうですね必要かな。あでもここ直しましたって言ってくれればあの行きます。はい、でちゃんと直接ありがとうございますって伝えます。握手してくださいって言って、あ握手会来てくださいって言います。そこはちゃんとしてます。はい、でちゃんと標識の裏にちゃんと警察の方とかにちゃんとね確認っていうか偉い人とかに確認取って、であのハルピョンのサインを入れてこれはピョンズが直しましたっていうのをちゃんとねちゃんと偉い人にちゃんと報告してからしますよ。うん怒られるの嫌だから。そうね、センターラインとか直して、
私あれです、よく車が通る踏切のところに、その車とかがさめっちゃよく通るのにさ、なんでここさ信号踏切じゃないんだろうって思うところが結構よく、どこでも、どこでもって言ったらあれだけど結構あるんだよ富山県。そう、まあ、なんかの理由があってなのかもわかんないけど、なんかそういう踏切が多いので、そこ、そこに信号つけてくださいピョンズの力で、そこに信号つけてください。なんかそのせいでさ、なんかさすごい渋滞とかになることあるじゃん。そう、だからお願いします。お願いします、頼んだ。頼みました。ほんとさ、ハルピョンってさマジ無謀な話しかしないんだよね。でもさ無謀な話すぎてさ、なんかいや無理だよみたいなちょっと笑い話でさ捉えれるからさ、なんかよくない？なんか結構リアルな話だとさちょっとなんかねなんかちょっと生々しいなって思っちゃうけどさ、なんか標識直してとかさそう、そういう話だとさ、なんかまた言ってらこいつぐらいでさ思えるじゃんいや私的には本気なんですよ。本当にお家も欲しいし、本当に車も欲しいし、本当に富山のなんかいろんな標識とかも直してほしいし、あのいろんな、なんて言うんだろう、しなんかその信号、あの踏切、渋滞になる踏切も本当に信号つけてほしい、うん、本当に私はすごい至って真剣なんです。でも基本はさ、基本はっていうかまあね無理ですから分かって言ってますからこっちも本当にでも夢、夢っていうか結構本気ではある、うん、そう。踏切は信号つけても重要って、え、嘘？だって止まんなくていいんだよ一回一回、赤じゃなければ、うん、だから何かアンダーパスとか立体交差とか分かんない。え、信号踏切って止まんなくていいの？信号踏切ってあ、止まる？待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、
書いてあるよ。ほら、鉄道と道路が交差する踏切は法律上は道路側に一時停止の義務がありますが、信号機が設置していればその信号に従って進むことができる。つまりは踏切に信号機があり、その信号機が青であればその道路側が青となる方向に優先権があるとされます。ほらどや、真面目に勉強したんだよ。いや、赤だったらもちろん止まるよ赤黄色だったら止まらなきゃいけないですけど、そうですよ。しゃ、ただし青なので一時停止は一旦停止は不要ですが、他の交通に注意して進む義務は同じです。それはどこの道路も一緒そりゃそうだよ。急に車ボーンってきてボーンってなっちゃうから。あ、信号踏切ってそんな珍しいものなんだ。富山あるよね。あるとこを知ってるだけ、うん、かな。マックス鹿児島さん、ホイミありがとうございます。どうなんだろう、信号の踏切って日本にどれぐらいあるんだろう。ガチャピソさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。西西あかりさん、赤だるまありがとうございます。そうだよね、確かに。どれくらいあるんだろう、分かんないな分かんないな。高松にある、神奈川だと湘南、パパが起きてる、聞いてみようかな、ね、世田谷の監視地書いてあった、その記事が載ってた、今調べたやつに、ネットに。ママに聞いてもわかんないって言うからパパの方が知ってる、そういうのは。
カンナナ、カンナナ、カンナナ。そんなわかる、世田谷線ってどこだよ、わかるわけねえだろ。国道8号線しか知らないわ。待って、ストップ。あ、いて。あ、寝ちゃった。やっほさよなら、おやすみなさい。パパが、パパが知ってる、なんかさ、今さすごい話しててさ、絶対こんな話どうでもいいよなって今思ってきたんだけど、まあいいな、ここまで来たら喋るんだ。パパが知ってる数は富山にある数は5個か6個知ってるって、富山の中で。そう、パパ調べ、ここには踏切、待って待って、信号踏切って聞いてんだからさ、踏切はあるよ。でもこれはパパがその知ってるわけじゃない、なんていうの、あの確か昔じゃあそこが信号踏切だったけど、今はもう信号踏切じゃなくなったとかもあるかもしれないから、パパが知ってる個数、パパの記憶だけ。うん、そう、信じるか信じないかはあなた次第。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。だそうです。すごいコーヒー飲みました、マハルの嫌いな。うん、パパは36歳。パパ36歳。あれ年齢変わったよね、パパ。でもいくつだっけ、まあいっか。もゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。違うよ、違うけど、いや、さあ、じゃあそろそろね、配
閉まります。年齢変えた気がするよね。いくつだっけ、もう忘れたからいいや。ママは26っていう、そう26 パパはいくつになったんだっけな、ちょっと忘れちゃった。ちょっと忘れちゃった。来てるよ、いいとこ。この間30って言ってた？じゃあ30にします。はい、30にします。はい、ということで、それではそろそろね、もう49分なので終わります。ランキング読みます。そっか、ハルピョンと10個違いって話してたんだっけ。あ、テックテックします。そっち先にします。皆さん本日の歩数を送ってください。今日はな、いそうだな。でもいつもいそうっつっていないんだよね。なんかリバースとスキップしかされないんだけど。どういうこと？泣きそう。はい、それでは本日のテック、なんで最近こんなにないんだろう。テックテックショーはこちらで、あ、ぶつかっちゃった。2419歩。天気が良い日だったので、ちょっとだけ飽きない程度にね、お散歩をして、もういいやと思って。
ちょっとだけ歩いた。でも一日1万歩歩いたらいいよって言うから、そう歩いた方がいいんだろうなって思うけど、それが嫌なのは嫌だ。京香ちゃんがハルピョンのきらめき、きらめき、まだきらめき、奇跡とかじゃない、もう私たちは奇跡の中じゃない、京香ちゃん。違うかも、評価、ほら奇跡の中ですよ私たちは、もう奇跡のもらって喜んでたけど、今朝5時起きのドボン寝坊し、眠いもんね。しかもさ、え、京香ちゃんってさ、え、でも卒業だからもういいんじゃないの、どうなんだ。学生時間ってできないのかな、卒業したけど、したの卒業のでも日だよね。でも卒業の日ってことはさ、卒業した、ん？卒業の年ってことはさ、どうなんだあれは、それは高卒っていう括りになるのかな、むず。でも5時に起きてドボンして、大変だよ。私は9時。京香ちゃんごめんね。の4時間後に起きてる。何かお仕事とか何か予定とかがあるときはちゃんとその時間に起きるけど、ねえ、5時起きでドボンするとしたらこんな時間にショールームしてないもう寝てる。てか5時に起きて1分だけショールーム、ショールームじゃないや、なんだっけ、ドボンして寝るうん、だって5時に起きて5時にドボンし始めればいいんでしょ、何時に終わってもいいんでしょ1分だけして寝る、でまた9時に起きるうん、すごすごいよ。はい、ということでちょっとあと5分しかないのでランキング読みます。ちょっとドボン一旦バイバイ、いきまーす、1位だよね、1位竹兄さんありがとうございます、2位マックミックさんありがとうございます、3位ともゆきさんありがとうございます、4位ガチャさん、スミーさん、あ、ランキング変わっちゃった、1位ともゆきさんありがとうございます、2位ジョークスノーさんありがとうございます、3位竹兄さんありがとうございます、4位マックミックさんありがとうございます、5位ガチャさん、スミーさん、竹蔵さん、サンクス、後半も頑張ろう、バトヘスかな、一緒に頑張りましょう、発表も頑張ります。6位あのね、アットミッサが最高王さんありがとうございます、7位富山よしアットリボンピョン大好きありがとう、ありがとうございます。ガチャさん、スミーさん、竹蔵さん、サンクス合ってるよね、名前間違え、待ってごめん、リボンじゃなくなってる、今ウサギだ私いつの間にか私ウサギに変わってる、ごめん
あれ、わかんない、名前間違えた、2回読んだ、合ってるよね。8位まさみさん、ありがとうございます。9位赤穴のソルティさん、ありがとうございます。10位ガチャピソ、バトフェス舞台後半も頑張るわよ。おー、ありがとうございます。頑張りましょう一緒に。何位、次11位ツッチーさん、ありがとうございます。12位、カーアットピアノさん、ありがとうございます。13位、山内さん、ありがとうございます。そして本日のラッキー8、88位は千本桜さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本日は本当にありがとうございました。終わり最後にキャッチフレーズをして、なんか最近2時間配信するのが普通に、2時間配信するのが普通になってきちゃったよね。やばいやばいやばい、頭がおかしくなりそうだ。でものほほんと喋ってるからいいんだけどね、別に全然苦とかじゃないし、正直、うん、なんかたわいのない話しかしてないから、むしろ聞いてる方が大丈夫かなって思うけど、喋ってるこっちはね、喋りたいことをただ延々と喋ってるだけだから、信号踏切の話急にしたりそうとか、あとはあの後半、このあと後半、3月後半その舞台のお仕事とか、お仕事っていうか、まあ舞台のこととかが入ってきたりしたら、もしかしたらね、そのごめん15分しかできない、わーありがとうって言って終わるかもしれないし、まあ、そういうこと考えたらね、暇な時にあの暇な時間だけやるのがねいいと思うので、はい、やりますということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、ハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。本日は本当にありがとうございました。それではバイバーイ。あなたの番です急に映画化、イエイ、バイバイ